きます。カエルが画面にいるな。三遊間サードはアウト、サードアウト。ああ今ちょっとあれです、満塁の危機やったけど、これ石井投手、阪神の石井投手抑えたな。次阪神の攻撃、1対1同点。私たちは家族一人一人のふるさととなるような家、この時間8時半、午後8時半、混んでるかな。で、あのちょっと服装変えてみました。強く深く愛が住む家、夏っぽく脊椎ハイム T シャツ、停電のない安心を目指して、あらゆる非常用発電機のメンテナンスが可能。三遊工業。温泉、老流サウナ、岩盤浴、関西各地で至福の時を。癒しのひととき水晶。ホームセキュリティといえば、キャンペーン実施中。どうだろう、台風、地震などの災害などの大切なお仕事は土木建設業です。そのお手伝いをさせていただくレンタルの記録です。巨大な電気、福祉、医療機器レンタルの記録。ミニカーとか、ああ、行かなきゃ。3人タイガース8回の表、石井が招いた大ピンチ、よく守りました。浜中さん、はい、このプレーいかがでしたか。いや、本当にこう、リリーのプレーでよくね、木浪が三塁によく判断したのと、糸原がよくこれ戻ったなっていうのは、感じましたけどもね。そう判断でしたね。よく守ったタイガースです。どっちどっちだ。では他の球場と中継かまとめていきましょう。ジャイアンツ3回の裏11点取っています。1イニング12安打というのはセリーグタイ記録、大量リードです。神宮球場、こちらは3対1、西武が逆転に成功しています。横浜スタジアム、こちら DeNA が逆転に成功、2対1。バンテリンドーム名古屋はこれまた中日逆転に成功、2対1。そして、北海道日本ハムが着々と点を加えていきまして、5対0とリードを広げて終盤に入っていっています。広島の試合です。他のチームの他の球場の結果、途中経過ですね、まとめてお伝えいたしました。さあ甲子園球場、ぐっといい守備で盛り上がったところです。ソンチャーホーの登場です。8回裏楽天です。22試合目1勝1敗、新幹線ホームの上に置いて、あ、ダメだな。いいピッチャーがこれはダメだろう。控えているという楽天、乗れるか、乗った。ソンチャーホーが登場してきました。うまく乗ったぞ。打順9番のところ、ここは安全が入っています。さあ8回9回同点で迎えます。甲子園です。リュックも取った、銃も2つ、自動小銃取ったぞ。で、弾薬の種類が違うんだな。今日はスタメン7番でファースト起用されています渡辺亮です。センターへ飛ぶ、渡辺が出る、ノーアウト1塁。この武器は AK、 そうですね、あ、スカスパイターズ時代、今そうでしたよね、直球に強いバッターでしたからね。そうですね、はい、初球破壊王もね、いうなニックネームありましたね。あの高さでね、スポーツドリンク結構高めですからね、そう簡単にこう、はい、空振りしたりフライになるところですから、ライナーを打ち返しましたんでね、はい。その渡辺に代わってピンチランナー熊谷です。代走熊谷、まずはピンチランナー1番手、渡辺監督カードを切ってきました。
熊谷を出して梅野がバントの構え、スカートの味弾薬を使う梅野バント成功、ワンアウト二塁。今同点です。あの タイガースと楽天、楽天俺株主のやつだったんだよね。頑張ってほしい。あ、すごい家のカメラから行きます。ドットサイト、ドットサイトはソンチャーホーがさばきました。捨てるのかな。バッターランナー梅野一塁アウト、送りバント成功。さあ、ね、得点圏にランナーが出た。タイガース、ドットサイト捨てるな。前に来てますから、ね、そうですね。あ、ここで今日途中ピッチスターに起用されてそのまま守備についた木浪、打席が巡ってきました。安全性気をつけないと、あ、向かないとダメだ、降りよう、もういいや。外野下にいるな、この真下に切り入るぞ。ここまで2割1分2厘とちょっと苦しんでいる木浪、この回去年は8番にあって2割3分7厘の打率を残しました。屋根の上とホームと相対だ。特に去年は浜中さん、はい、チャンスに木浪が強かったですね。そうですね、チャンスもできますし、こう得点圏でもね、木浪返したということをよくあったんで、ですよね、この時はね、結構風もやっぱりいいんで、はい、上げればね、全然超えていく、まあ、いくと思いますね。はい、去年は打順主に8番ですが打点46、なかなか素晴らしい数字を残しました木浪です。ボール3つ、仲間が来ないか。このカードは交流戦、去年は阪神1勝2敗、2年前も1勝2敗、3年前阪神3勝0敗と全勝したシーズンが3年前にありました。交流戦です。ストレートのフォアボール、ワンアウト一塁二塁。え、行こうぞ。この距離だったらどこでいいかな。この先に車上がるのは知ってるんだけど、ここの方からすると梨田さん、気持ち的に一緒に埋めてもいいかなというのは少しはありましたか。いやいや、今は多分勝負に行った球がここはね、やっぱ外れたと思いますんで、ね、まあ、ピッチャーはやっぱりいいコースで投げなくちゃいけないっていうね、その当然ですけど、はい、それがやっぱり微妙に外れて最後はもうなんか歩かしたみたいなね、そうですね、いいところがあったかもしれませんけど、さあ大チャンス、打線1番に戻ります。あ、ぶつかる。ワンアウト1塁2塁。いるね、この先にね。1番に帰ってきた打順、51番の背番号を背負っている中野。スリーベースヒット1本、そして内安打1本、2安打を記録しています。中野です。何するぞ。ストライク。やめやめ。浜中さん、はい、中野選手の最近の調子というのはどんな風に見てらっしゃいますか。まあ、状態でそんなに良くなかったですけど、はい、でもね、あの今投手のストレートしっかり行ってきてるんで状態上がってきてると思うんで、2安打ですよね、はいはい、なんで今日、まあ、ここからね、中野はやっぱりこう粘りながらもしっかりカウント取っていけるんで、はい、なんとかそういうところ見せてほしいですね。粘りを発揮してほしい中野。ワンボールツーストライク。
勝ち越しできるかタイガースです。ワンアウト一塁二塁、渋いところ、あらかじめ前に来ているレフトフライになりました。ツーアウトランナー一塁二塁、浜中さん定位置だったら左中間ポトリ、そうですね、ありませんか。まあね、いいところだと思うんですけど、やっぱりこのね外野前進してるんでね、まあなかなかね、ああいう打球では落ちないですね。ですね、原口がピンチヒッターに起用されます。さあこの回和田監督ダイソー熊谷を使い、ピンチヒッター原口をここで起用しました。勝負の8回、さあドリンク飲め。橋田さん、すごい声援ですね。いや、そうですね、甲子園球場。いや、それはファンの方はね、どうしても1点取ってほしいですし、すごい応援ですけど、今のチェンジアップには全くタイミング合ってませんでしたけど、インコースのストレートが2球こう、ボールになって、チェンジアップでこう空振りをしたということで、このカウントで多分またチェンジアップに戻ると思うんですよね。はい、そこを原口選手がどういうふうに対応するかですね。その4球目、またインコースですか。2塁フォースアウト、原口サードゴロ、2者残塁、8回を終了しました。阪神甲子園球場1対1、同点が続きます。なかなか野球は進まない。防災キッキー .com は防災工事業者様向け。防災キッキー .com は一般販売していません。防災キッキー .com は防災機器 .com は日本電車。野球好きやったら昭和グループ。野球に興味のうても昭和グループ。試合に勝っても昭和グループ。試合に負けても昭和グループ。ぶっちゃけ昭和グループ。やっと仲間の言うところに家作りしてます。昭和グループ。朝日に輝くホテルニューアワジ。身も心も助けにじゃねえ。アワジに染まる。あ、やめちゃってる。残念。後ろだ。敵。仲間の位置を確認しよう。もう最後。ハウスクリエイトが応援します。快適な住まいやマンション経営、ハウスクリエイトは不動産で感動を届けます。やっぱりハウスクリエイト。ほとんどお金に負担かけたくないんです。マイネオ、スパイクだって高いんですよ。マイネオの格安スマホ、月額1683円で使い放題。親孝行したい僕にマイネオ。今日はタイガース村上、そして楽天イーグルスはポンセが先発をしました。4回に森下先制タイムリースリーベースヒット、5回に村林タイムリーヒット、1点を取り合って、その後また均衡状態が続いて9回の表裏にゲーム決着、持ち越されているという今日の試合です。今日はタイガースは4回にスリーベースヒット2本で1点。この辺はあまり
いい感じで先制をしたんですが、もう1点欲しかったというそんな4回の攻撃でもありました。さあ後半9回の表、ピロティってダメなんだな。スープ処理の方程式次々登場してきます。仲間はどこに、まとめてご紹介していきましょう。ファーストに糸原が回りました。ファースト糸原に回っています。後ろだ、3番5番のところですね。5番ファースト糸原、7番サード熊谷、それからピッチャー2番のところ岩崎が起用されています。2番ピッチャー岩崎です。相手しないで助けないと。9回の表、岩崎に託しました。岡田監督です。さあここで9回、梨田さん岩崎に持ってきましたね。そうですね、はいはい、中本君、まあ、もう拡大できない打線。そうですね、はい、これが3番でしょ。辰巳がいて鈴木ですよね、はい、動いてるのか、ボール3つです。もめ、おっとストレートのフォアボールです。岡田監督ちょっと表情変わりました。田村さん、はい、岩崎もね本当苦しい場面での登板がずっと続いてますね。そうですね、千葉でもツーアウトからちょっとね同点に追いつかれたりとありますけど、岩崎にしてはこういうの先頭バッターねストライクも一気に入らずに珍しいですけどね。この後はしかししっかり立ち直って抑えるというのも岩崎。9回の表タイガースの守り、攻めるのは楽天イーグルス。辰巳は今日2つ、村上からフォアボールを選んでいます。ごめん、その後は三振が2つです。おっとランナーは止まっています。梅野が素早く反応しました。建物の中入った方がいいな。今日のゲスト解説梨田さんも現役の頃はキャッチャー併用というご経験があるんですが、はい、タイガースもね梅野捕手、はい、坂本捕手併用という感じですよね。そうですね、今のところあと10人だから、いやいや、あの2人しかいないし、我々はだからあと8人ピッチャーのいいところをこう引き出しながらね、そういう叩くましてるんじゃないかと思って、そこにまあ多分去年の優勝に関してはね、はい、上の星はちょっと辛い思いも故障もあったりね。そうなんですね、本当にあの心の底から喜べない、こうあったかもしれませんけど、治療、まあ、その分今年にかけるという意気込みも違ったものがあるんじゃありませんか、と思いますね。そういう意味で、あの、まあ、佐伯投手と組んだ時やばいね、上の星の配球って見てて見事だなと思ってね。ですから、ああ、そうですね。本当に苦しい時に完投したりとかね。まあ、去年もあの佐々木朗希投手との投げ合いでね、はい、いやもう佐々木投手の方がもう一枚も一枚も上だったっていう風なピッチング、それを助けてくれたのがこの上の星だったので、はい、後ろにいる。この向こうにある。行かなきゃ。ですからあの正捕手固定という雰囲気と栄養性というところ、はい、それぞれがいいところがあるというふうに考えてよろしいでしょうか。そう思いますね。あの正捕手がいたいてもですね、はい、捕手したりキャッチャーの場合長期の離脱っていうのが多いんですよね。はい、スリーアウト、まあ、あと5人、まあ、併用してね見た方がいいのかなという感じはしますけどね、あの怪我の多いポジションですよね。そうですね、はい、今あのコリジョンルールがあってホームでブロックできないということでね、はい、怪我は少なくなりましたけど、強いね、はい、仲間すごく強い。このプレーで今江監督リクエストです。
わ、後ろにいるな。角度を変えて見てみましょう。この先いるな、敵が。私の目にはアウトには見えるんですけども、はい、わかりません。ちょっとでもね、判定通りっぽいですけどね。ぽいですけどね。角度を変えていろんなところから見ていただきますが、先にボールがファーストミットに入っているようにも見えます。改めてこちら、ああやれた、くそ。まあファンの方の歓声がね。そうですね、はい、アウトじゃないかなというそんな雰囲気を醸し出している。あ、6人倒したんだけどな。結構早く終わった。検証アウト、1塁アウト、終わり、ワンアウト2塁です。